キンサバとカタクチイワシとマイワシ匹。いいマイワシですねこれね、うん、数いませんかね。うん、ね、もしかしたら、あ、いいサイズですマイワシ、ね、結構今日はサバもいいし、カタクチもいいし、ああそうですね、おいい、いい感じですね。これはいい、ここで釣れたら楽でいいですありがとうございます。うわー、おー、ありがとう。うわ、でかいですね。でかい、これぐらいやったらお刺身にできると思います。お刺身できるって、味きますね、やっぱり、ね、ちょっと待ってください。お、釣れ、釣れ、ここも一匹いますね。うわー、でかい。うわー、ふっといな。32センチ。これが多分一番でかいか。一番でかいですね。うわー、でかい。うわー、釣れてますね。うわー、これは何ですか。サビキリ。あ、サビキリ、やっぱり、はい、おお。あ、まあでもこの辺はちっちゃいですけど、おー、はい、ちっちゃいのも多いですね。あ、釣れたんだ。これで、え、いつ頃釣れたんですか。あの、朝っていうか未明ぐらいですかね。はい、これでだけど40ぐらいありますよね、でかいのね。35から40ぐらい。2、3、4、5匹。お見事。未明ぐらいですか、やっぱり。そうです ね、 ね。棚は浅いですか。浅いですね、やっぱ浅い。おー、ふた広とか。いや、もうそんなのないです。もうひと広とか。うわー、ほんなら浮いてますね。38区ですね。お見事。もうあとちょっとです。うわー、もうちょい。ねえ、長いこと釣れてましたね、確か。マイワシと、今からもしかしたらマイワシも、はい、あの群れ入ってくるかもしれないですよね。